あいまいみーまいん、みーです。はい、私は今東京駅にいます。イエーイ。はい、ということでですね、皆さん、ついに今日がやってきてしまいました。もう本当に今日が来てほしい、いや来てほしくない、いや来てほしい、来てほしくないっていう感じで、本当にヤバい企画を今からしていきたいと思います。今回の旅の企画を発表させてください。の前に、東京駅はこんな感じ。じゃじゃーん。本日は9月3日のお昼の東京駅なんですけれども、さっきまでめちゃくちゃ雨が降っていて、もう本当にみーずぶ濡れになりながらここに来て、さっきちょっと髪の毛を乾かしたりとか、一回家に帰って着替えたりとかして今やってきたって感じで、スタートが遅れてしまったんですけれども、皆さん発表させてください。やばい、言うのが怖すぎる。言ってしまったらもう私のこの企画が始まってしまう。それでは皆さん行きますね。やばい、本当に嫌だ、嫌になってきちゃった。いや、嫌になってない、これは挑戦なんだ。この挑戦を達成した時の達成感、そして挑戦してみんなに勇気を与えたい。よし、それでは発表します。今回私はなんと原付で東京から大阪まで行きます。イエーイ。あ、違います。イエーイ。はい、皆さん、東京から大阪まで原付で行くんです。で、今まで私は1000キロドライブ企画をしたりとかしたんですけれども、原付なんです。皆さん、原付って知ってますか？私、人生で原付乗るの2回目なんですけれども、まあ、みーは免許取ったのが6年前とかかな、18歳の時に免許取って、そっから1回しか原付乗ったことないですね。人生2回目の原付で大阪まで行くということで、皆さん聞いてください。東京から大阪まで何キロあると思いますか？500キロあるんですね。で、原付って30キロ以下で走行しなければならないので、計算したんです。500キロを30キロで行ったら何時間かかるのか。17時間かかるんです。もうやばい。原付で17時間かけていくんですけど、普通に計算したので、休憩せずに行ったら17時間ということで、私は何日かけて大阪に到着するのかもうわからないんですけれども、私は今回ね、原付旅をすると決めて、今年もあと4ヶ月になったし、挑戦し続けてこの2024年を終わりたいということで、気が早いんですけど、まだ9月なのに。でも挑戦はやめません。今回私は東京から大阪まで原付で移動します。みんな応援してね。ということで、皆さん、本当に事故したらマジで元も子もないので、安全運転で。私は今まだゴールド免許、まだというかこれからもずっとゴールド免許を死守したいので、絶対に事故しないように安全運転で大阪まで向かいたいと思います。応援してね。で、ちなみに原付に乗るので、今日は長袖長ズボン、今日雨も降っててめちゃくちゃ蒸し暑くて、すぐに半袖半ズボン、いつものミニスカに着替えたいところなんですけれども、安全第一、めちゃくちゃ安全に走行していても滑って転んじゃう場合もあるらしいので、長袖長ズボンで今日は滑りやすいので頑張っていきたいと思います。ということで、皆さん、あ、もう言っちゃうよ、私の500キロ原付旅のスタートでーす。頑張るぞ。はあ、お願いだから安全運転でトラブルもありませんように。それでは皆さん、乗り込みました。ちょっと後でこのみーが今乗っている原付をね、紹介するんですけれども、とりあえず東京駅バイバイ。さらばちゃん、また帰ってくるからね。ちゃんと私は東京に戻ってくることができるんでしょうか。大阪まで行ったら東京にね、ある手段でまた戻ってくるんですけれども、それまで東京駅さらばじゃ。いつ次君に会えるかわからない、ここに帰ってこれるかわからないけど、てかさ、このヘルメット姿みんな慣れてね。ちょっと面白いんだけど、ちょっとさっきからさ、笑いが止まらない。ほんとみんなもこの姿慣れてね。ちょっとみーはまだね、慣れない。1時間ぐらいこのヘルメットをかぶりながらここまでやってきたけどね、慣れないわまだ。みんな、東京駅にバイバイ言って。バイバイ。それでは安全運転で迎えたいと思います。お願いだから、これ以上雨降らないで。今日の最終目的地は静岡県に途中でできたらいいかなとか思ってるんだけど、雨で途中は雨宿りしないといけないぐらいヤバくなるかもしれないし、今カメラにね、カッパをつけてるんですけれども、カメラはね、本当に濡れちゃダメなので、私は全然濡れてもいいんですけれども、カメラだけは濡れちゃダメだからね、サランラップをかけてカメラのカッパにしてるんだけど、お願いだからカメラも壊れないで、そしてこれ以上降らないで。今もね、パラパラ降ってんだけど、お願い、みんなテルテル坊主作って。おー、すごい、国会議事堂だ。ということは、私の母校上智大学もこの近くだ。よいしょ、美味しそうなご飯屋さんを見つけたので、あ、すいません、ありがとうございます。優しい、ありがとうございます。ここの段差で上がらなかったら押してくれた、ありがとうお兄さん。それでは、美味しそうなご飯屋さんを見つけたので、ちょっと休憩。やばい、まだ40分ぐらいしか走ってないのに疲れたんだけど、はぁ、お腹空いてるからかな。ちなみに、こちらの黄色の原付が私の相棒です。ご飯を
食べていきたいと思います。お腹空いた。この中にリュックとカッパとかが入ってて、でヘルメットも中に入れることができます。よし、開いてるかな。じゃじゃーん、こちらの生そば日の出屋さんにやってきました。ここめちゃくちゃ美味しそうじゃない？今そばとか食べたい気分だったんだよね。それでは皆さん、この疲れた私の体に絶対的復活力をみなぎらしてくれるご飯が到着しました。もう何やってるのか分かんないんですけど、見てください。ちなみに店内の中はこんな感じで、めちゃくちゃ落ち着いて大好きな雰囲気。じゃじゃーん、私は月見そばを頼みました。めちゃくちゃ美味しそうなんだけど、雨でちょっと体がびしょ濡れになって、さっきからくしゃみが止まらなかったので着替えました。雨で寒かったからあったかいそば絶対に染みる。いただきます。ここでハイボールをぶちかましたいところなんですけれども、我慢。卵の黄身を割ってそばにたくさん絡めて、待って、やばい、しみる。ちなみに今二子玉川にいるから、本当にもう東京の端っこ、二子川っていうのがあるんだけど、川を越えたらもう神奈川県だから、東京をついに脱出します。でも今日の目標は静岡県なの。どうしよう、早くしなきゃ。全然お腹いっぱいにならないかも。どうしよう。しかもね、結構雨も止んだから、もう滑る危険性がねちょっとだけ薄れたから、半袖で大丈夫かな。本当にさ、大阪までこのまま行くのかな。まだ東京も脱出してないのに心が折れそうなんだけど、どうしよう。でも美味しいものを食べて食べ続けて、心がくじけそうになった時はご飯を食べて進めていきたいと思います。やばい、もうなくなる。待って、この優しい味が本当に心に染みて体に染みて泣きそうなんだけど、やばい、全然お腹いっぱいにならない。ごちそうさまでしたと言いたいところだったんですけれども、皆さんすいません、ちょっと本当に今まだ腹3分目ぐらいで、全然まだエネルギーチャージができてないので、じゃじゃーん、皆さん引かないでください。せーの、じゃじゃーん、カツ丼を頼みました。ミーが大好きな食べ物の指3本以内ぐらいに入るぐらい好きな食べ物、今日はねたくさん食べていっぱいエネルギーチャージしてね、頑張らなきゃね。ちょっとやばいよね、本当に可愛くなさすぎるこの女。さっき店主さんもびっくりしてました。カツ丼、あ、了解ですみたいな感じで恥ずかしかった。いただきます。やっとお腹が満たされてきた。やばい、もうラスト一口になっちゃった、寂しい。でもさすがにお腹いっぱいになってきた。ごちそうさまでした。それでは皆さん、ついに今から橋を渡るというか多摩川を渡るので神奈川県に突入します。今多摩川の上の橋を渡っています。てかさっきからさ、み、二子玉川とか言ってたけど多摩川だよね。それでは今多摩川の上の橋を渡って、もうすぐ神奈川県に突入です。もうこの橋を渡り切ったら神奈川県突入、やっと東京を脱することができるよ。神奈川県突入まで5、4、2、1、神奈川県に突入。ここは神奈川県川崎市かな。ちょっと待って、一瞬にして暗くなったんだけど、さっきまで夕方だったのにちょっと無心で走ってたらもう真っ暗になったんだけど、まあ雲に覆われているから日がね落ちるのが早くて暗くなるのが早いのかもしれないけど、待って、お願い、暗くなるの早いって。まだ神奈川県なんだけど、ちょっと待って、マジでトイレやばい。一旦ローソンでトイレ行こう。マジでトイレやばい、漏れる。それではローソンでお手洗いを借ります。神奈川県のローソン、ちょっと待って、やばい、あ、待って、ヘルメット外さないと恥ずかしい。はぁ、すっきりした。ということで、トイレを借りる泥棒にはなりたくないので、なんか買いたいと思います。最近さ、ミーの大好きなポイフルが売ってないんだよね。元気の源ポイフルなのに。これ美味しそう。それではグミいただきます。買った。しかも岡山県産シャインマスカット味だって。地元のパワーをもらって今日は行けるところまで行くぞ。結構夜になってきたら孤独感が増してきて寂しくなってきちゃった。さっき日没時間というか夕日が沈む時ね、ポツポツ雨が降っててさ、カメラにもカップをかけてなかったから撮影できなかったんだけど、もうこれ以上雨降らないでお願いだから。で、今いるところは海老名市だ。海老名市、あ、待って、海老名ってさ高速道路使
かってたらさ、よく出てくるめちゃくちゃ有名な海老名サービスエリアがあるところか。えってことはちょっと待って、今地図見てもまだ神奈川県のど真ん中なんだけど、ちょっと待って、こんなに運転したのにまだ神奈川県のど真ん中、嘘でしょ。静岡までが遠すぎるよみんな。しかもみんな分かってる、原付って高速道路を当たり前に乗ることができないんですね。であとはバイパスも乗っちゃいけないらしくて、バイパスを避けていかないといけないから、もう本当に時間がかかるの。 Google マップでは普通に東京から静岡市までだったら、まあ、3時間半とかで着いたんだけど、原付だとその倍以上かかります。本当に原付旅もそっと楽しみたいけど、初日から雨だったから、それでちょっと弱音を吐いてしまう。今日は藤原の実どこまで行くことができるんでしょうか。今日は頑張って静岡さんのバイク旅、あれめっちゃ好きなの。あれを見ててずっとバイク旅したいなってずっと思ってたんだよね。明日はめちゃくちゃ天気になりますように。てかさ、みんなはもう私のこのヘルメット姿になりましたか。なんか今さ、自分の顔をふと画面で見たら美容整形してダウンタイム中の子みたいじゃない、これ。顔の周りに包帯ぐるぐる巻きにしてるさ、美容整形で直後の子みたい。てかヘルメットってこんなに重たいんだね。頭がさ、いつもより1.5倍くらい重いから、肩がめちゃくちゃ凝ってきた。やばい、みんな夜風が気持ちよすぎる、最高。でも夜鼻寒くなってきたね。もう秋がやってきてしまうの。9月3日だけど、まだまだ全然夏が続いてると思ってたら、めちゃくちゃ寒いんだけど、肌寒い。でも今日原付旅ということで、この原付の中に入る分の荷物しか入れることができなかったので、最小限の下着さんと最小限の服と機材道具しか持ってきてないから、服がねあんまないんだよね。いやでも原付旅最高かもしれないな、お酒飲めること以外は。気持ちいい。盗んだバイクで走り出す、行く先も分からぬままって感じじゃない、み。覚えたてのタバコをふかし、はあ最高。お、小田原まで19キロ。え、19キロってちょっとさ見えてきたんだけど、嬉しい嬉しい。てかママからさ、1時間に1回生存確認の LINE と連絡絶対してって来るんだけど、そりゃそうだよね。娘が東京から大阪まで原付で行くんだって言ったら、さすがのママもめちゃくちゃ心配して、今もずっと電話来てる。ごめんね、電話出れなくて。ママ無事だよ。娘は心配するよね、そりゃ。ごめんね、ママ気が気じゃないよね。てかさ、みんな聞いて、今みんな時間軸わからないよね私の。説明すると、東京駅から今私がいる場所まで普通に来たら車で高速道路を使って50分で来れるところを、今なんと下道でこの原付でなんと4時間半以上もかけてやっていて、もう車だったら50分で着くのに4時間半も運転してるよ今日。もうやばいよね、クソなんだけど、嫌になってきた。嫌になっちゃうよ。情緒がおかしい。でも今日どうしても神奈川県は抜けたい、抜け出したい。でも雨やってないだけマシだ。よし頑張るぞ。お腹すいた、夜ご飯のために頑張ろう。またママから電話来てる。大丈夫だよ娘は。ちょっと後で休憩がてらママに電話しなきゃ。てか今ナビではさ、神奈川県抜けるまであと1時間ぐらいかかるって書いてあるんだけど、これは車で行った時の時間だから、私は2時間ぐらいかかるってことは、あと神奈川県抜けるのに。よし、ダメだダメだ、気を確かに。ちょっと待って、みんなやばい、箱根湯本温泉駅かもしれない。待って、箱根湯本温泉駅だ。箱根に到着したんだけど。ちょっと待って、寒、さっきからもう寒すぎてさ凍えてんだけど、ちょっと待って、やっと着いた。そうだよね、ここだよね。皆さん見てください、この右側が箱根湯本駅です。やばい、もう現在の時刻夜の9時。ちょっと一回ここで泊まろう。みんな見て、やばい、箱根に到着したよ。よいしょ。待って、もうこれ以上無理かもしれない、この後も今日進み続けるの。皆さん見てください、じゃじゃーん、箱根湯本駅に到着しました。もうちょっと本当に疲れた。ここでさ、旅館とかないかな。ちょっと今から旅館探そう。もう温泉とか入らないとみーもやっていけないよ。でも箱根まで着いたの、嬉しいんだけど。
ですね、皆さん現在私はじゃじゃん、こちらの箱根町の箱根湯本駅の目の前にいるんですけれども、なんと聞いてください、静岡県に突入できませんでした。もうしかも9時半だし、もう今日は無理だ。本日は箱根でね、宿を取りたいと思います。ああ今日静岡県突入できなかったか。まあ明日の朝ね、早く起きて静岡県に突入して静岡県を脱出する、そして愛知県に突入するところまでね、頑張ったらいいよね。ということで本日は箱根に宿泊します。箱根だー、いい温泉宿ないかな。ということでちょっと今からいろんなアプリを使って宿を探したいと思います。いやでも今高いね。9月3日だから安いと思ってたのにさ、やっぱここら辺は年中高いんだね。まあでも安い方なのかな。でも1泊2万円いや高い高い、1万5000円ぐらいまでしか払えないよ。ちょっと一旦探します。ということでですね、皆さん私は見つけました。安めだけどいい感じのホテルを見つけてしまいました。でもね、みんな聞いて、今箱根湯本駅までやってきたんですけれども、こっから10分ぐらい戻らなければなりません。小田原駅の近くに宿を取ったので、ちょっと10分分戻ります。時間ロスだ、戻るなんて。でも宿のためだから仕方がない。やっぱね、ここら辺の宿は高すぎた。それでは宿まで向かいます。はーい、やっと到着した。疲れた。よし、今日の宿見て、みんなめっちゃ素敵。それではですね、皆さん本日の宿がこちらです。じゃじゃーん、旅館プラムさんです。めちゃくちゃ素敵じゃない。ここね、なんと一軒家なんだって。一軒家の古民家の中に何部屋かお部屋があるらしい。原付はね、ここに泊めていいよって言っていただいたので、ここに泊めています。それではチェックインします。めちゃくちゃ素敵なんだけど。待って、お出迎えの猫ちゃんもいるの、かわいい。こんにちは。今日頑張って箱根まで来れたんだ。かわいすぎ。ちょっとやばい、めちゃくちゃ素敵な宿なんだけど。それでは私のお部屋はじゃじゃーん、こちらのレモンという201号室。失礼します。待って、やばい、めちゃくちゃ素敵な宿なんだけど、最高すぎる。今日の私の頑張りが報われる。それでは皆さん見てください、本日私が5時間かけてやってきた箱根での一泊するお部屋がこちらです。ルームツアースターティン、せーの、じゃん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 。本日の私の宿はこちらです。めちゃくちゃ素敵なんだけど、最高。でさっきのお姉さんにね、チェックインする時に浴衣いりますかって言っていただいて、浴衣いりますって言ったら浴衣も準備してくださって、でここには冷蔵庫もあるし、編集できそうな机と椅子もあるし、鏡もあるし、やばい、天才すぎる。まあ今日はさすがに編集はしません、疲れすぎているので。そしてさっき予約したのにね、準備しちゃったのかな、準備もしてあるし、お布団も最高。ここには洗面台もある、最高すぎる。でここは2階で、1階には共同のお風呂とあとはトイレもあるんですけれども、洗面台部屋にあるのめちゃくちゃ助かる。ということで本日私はこちらで一泊します。素敵すぎ。で皆さん、こちらの宿ね、一泊いくらかというと、こんなに素敵な宿で、そして受付のお姉さんもめちゃくちゃフランクで、すごい可愛らしくてフレンドリーで、めちゃくちゃ可愛かった。でこちらの一泊のお値段なんですけれども、じゃん、1万3000円でした。まあ本当にここら辺と比べたらめちゃくちゃ安くて、本当に1泊3万円4万円の宿がたくさんある中、ここだけが1万円台だったんですね。しかもこんなに素敵なの、絶対ここに決めた、私世界一偉い。しかも今日ここの古民家は私一人しかいないらしくて、貸し切りらしいです。お姉さんの貸し切りなので、ゆっくりしてくださいねって言っていただいたので、ゆっくりしたいと思います。ということで皆さん、本当にお腹空きすぎてやばいので、飲みに繰り出しちゃう。明日のこともさあるけど、明日のことは一旦置いといて、だって箱根まで来たんだよ、それは飲むしかないよね。よし、居酒屋探そうと。それでは皆さん、1階部分はこんな感じです。お風呂はね、今日ミーの貸し切りなので、いつでも入っていいらしい。ちなみにここの古民家、なんと102年の歴史があるんだって。すごくない？下駄箱も最高だし、共同スペースも落ち着く。それではですね、皆さん、本当は小田原駅の方に行った方がいいのかなとか思ってたんだけど、お姉さんがわざわざね、2階に上がってきてくださって、小田原駅の方じゃなくて、駅の逆の方の海沿いの方がディープなスナックとかがあったりとか、遅くまで相手の居酒屋があるから、そっちの方がいいかもって言っていただいて、やってき
ました。じゃじゃーん、私は今こんな感じの路地にいるんですけれども、スナックがめちゃくちゃあるのね。でそこに突如現れたミーがめちゃくちゃ好きそうなおたふくっていう居酒屋、めちゃくちゃにぎわってる。入れるかな。めっちゃあそこら辺にねスナックがあるの、楽しそう。あ、いました。いました。ぜひチャンネル登録してくださいお暇な時に見てください。旅系の動画を出しているんですけれども、ぜひ見てください。すごい素敵なお店、ありがとうございます。そう、インドも行きました。そうです。乾杯してもらっていいですか。乾杯。お邪魔します。乾杯。インドも行っちゃったんだ。あー、美味しい。しみます。お腹空いてるんでいっぱい食べます。やばい、もう今日ずっと飲みたかったビールにやっとありつけて、もうなんか泣きそうなんだけど、全然まだ神奈川県なのに泣きそうなんだけど、乾杯。もう涙が出るぐらい美味しい。お腹空いた。ラスト乾杯。このお店はスナックではないんだけど、こうやってね、あ、ありがとうございます。カラオケもねできる楽しい居酒屋なんだって。やばい、美味しそう。皆さん見てください。じゃじゃーん、お刺身盛り合わせです。やばい、美味しそう。箱根の海鮮をいただきます。はい、面白いね。 YouTube って面白いですか。はい、ずっと一人で喋って一人で食べてます。いや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 、ぜひ観察しといてください。ぜひ観察して。すいません、ずっと一人で喋ってるんですけど。いただきます。よく来るんですか。ここよく来るんですか。昔から。あ、昔から。え、ここそう、外の姉であり、もう外の娘であり、もう家族ぐらいずっと来てるんですね。ここは創業何年なんですか。47年。すごい、47年だって。すごいですね。あと50年で100年ですね。また来ます。いただきます。おいしい。ブリンブリン、最高。そして2杯目はハイボールを頼みました。乾杯。ずっと見てくれてる。もう幸せ。続々と到着しました。続きまして、じゃじゃーん、豆腐サラダです。美味しい、ね、しいです。最高です。豆腐食べたかったんだよね。いただきます。野菜も取れて、大豆も取れて、酒も取れて、最高。現在の時刻は夜の22時46分。もうちょっとで11時を回るんですけれども、8時間以上、まあ、余裕持って9時間ぐらいは飲酒から避けたいので、夜12時になるまでには絶対に飲み終わります。続きまして、マグロ。やばい、もう美味しすぎる。箱根までしか来れなかったけど、今日は箱根で泊まれてオロケ。こんな美味しいお刺身にありつけたし、ため息が出る。乾杯。やばい、もう今日頑張ったからお酒が止まらない。お邪魔しました。お邪魔しました。はこれが必要。いただきます。最高。目の前で作ってくださってるんだけど、もうね幸せ。乾杯。今日は原付に慣れることから始まったから、久しぶりに運転したし、だから明日はもうちょっと慣れてもっと進みたいな。今日の2倍は進みたい。ブリンブリンのエビ、見てカツオ。お魚もあとラスト1枚、ラスト1個。続きまして、皆さん、もうね、私はね全然お腹いっぱいになれなくて、じゃじゃーん、
なんかね、天丼が食べたかったんですけれども、天丼はね、この時間からはやってないらしいので、焼きそばにしました。どうしても炭水化物が食べたかった。乾杯。すいません、ハイボールください。ハイボール、いただきます。締めだね、これは。炭水化物を食べるというか、締めのラーメンみたいな感じですね。もう何の意味か分かんないけど、皆さん、そろそろ11時半を回ってしまうので帰りたいと思います。最後の焼きそば食べに行ってスープをいただきました。美味しすぎて一瞬、じゃじゃーん、ごちそうさまでした。さすがにお腹いっぱい。あー、美味しかった。酔っ払ったし、美味しすぎて、お腹もいっぱいだし、もう幸せということでですね、今からもう宿に帰りたいと思います。あの、明日からというか、今回の企画が原付旅じゃなければ絶対に2軒目のスナックに行ってたんですね。見てください、もうミーが好きそうなスナックしかない、行きたいって感じなんですけど、今日だけはね、やめておきます。行きたいけど我慢してるミーを世界中いないので、褒めてください。ということで宿に帰ります。素敵な宿でもゆっくりしたいし、でも明日の朝も早いし、早く帰らなきゃ。はい、ということでですね、宿に戻ってきてお風呂上がりました。気持ちよかった。もうほろ酔い状態でしっかりシャワーも浴びて、そして浴衣なんか着ちゃって、箱根と小田原に来た感が満載という最高の一日になりました。ということで本日はね、しっかりと寝たいと思います。やばいやばい、明日も一日中というか今日の2倍ぐらい私は動かないといけないので、原付でマジで今日の睡眠時間が一番大事なんです。寝たいと思います。え、すごい、これただの敷布団じゃなくてマットレスだ。めちゃくちゃふかふか。それではですね、皆さん、本日も私の肌は雨にも負けず、風にも負けず、雪にも夏の暑さにも負けず、丈夫な体を持ち、欲はなく、決して怒らず、いつも静かに笑っている。ちょっと何言ってるのか分かんないんだけど、雨にも負けず私の肌は頑張ってくれたので、パックをしていきたいと思います。明日朝8時には起きて、遅くても9時にはスタートさせなきゃいけないんですね。じゃないと本当に3日とかにも収まらなくなっちゃうかもしれないんです。絶対に明日は8時に起きます。だから8時に起きるためにも絶対に今日は飲みません。パックタイムスタート。はぁ、気持ちいい、最高すぎ。もうこの時間のために今日一日頑張ったと言っても過言ではない。いや、過言ではある。ということで本日はお風呂上がりのビールを飲みたいところなんですけれども、お風呂上がりのお茶、乾杯。今日はお茶で我慢。これがビールだと思え。生き返る。皆さん、私の原付旅始まっちゃったんだよね。え、今これって夢じゃないよね。そうだよね。え、これ現実だよね。え、明日からまた全然今日よりも過酷な日々が続くって、これ夢夢だよね。そうだよね、夢だよね。夢を覚ませたい、覚ませたいというか夢覚めて、まあそんなね、つべこべ言わずしっかりと寝て、明日も一日中頑張らなければなりません。はぁ、ということで皆さん、現在の時刻は12時半、目標は今日絶対12時半に寝ると決めていたから目標達成。そして今日は絶対に静岡までは行くと決めていたんですけれども、ここはどこ？神奈川。でもこれは夢。目に見えるものだけが真実とは限らない。何が本当で何が嘘か、藤原のみーは本当に今箱根にいるのか、真実は一つとは限らない。コンフィデンスマンの世界へようこそ。それでは皆さん、おやすみなさい。絶対明日8時に起きるから。え、朝ごはんとかないけど、朝ごはんとかも食べたいし、昼ごはんも食べたいし、絶対に8時に起きて、私は9時にはこの宿を出て、9時には絶対に原付に乗っています。絶対に。おやすみ。え、これはもう本当に寝坊とか言わないから、絶対に起きるから、おやすみ。おはようございます。おはようございます。眠すぎる。しかもやばい、肩こりがやばい。昨日のヘルメットのせいで、昨日のヘルメットのせいっていうか今日もじゃん。ということで、いざの時刻はじゃじゃん。え？え？もう9時3分もう昨日待って、みーさん8時に起きるって言ったよね。9時には絶対にバイクに乗ってるって言ったよね。やばいやばいやばい、絶対に9時半には乗る。もう
あーでもゆっくり寝とかないと今日も一日頑張れないからいっか。やばい、起きよう。改めましておはようございます。10分ぐらいでメイクをしてチェックアウトしてきました。ということで本日も B の君よろしくね。それでは2日目も頑張ります。しかも見てみんな、めちゃくちゃ青空なんだけど最高。今日は原付日和だ。1日目は雨っていうのもあって全然進めなかったけど、今日はめちゃくちゃ私進みます。皆さん見といてください。原付もね2日目にして慣れてきてると思うので今日は進めるところまで進みたい。それではヘルメット装着。わ、なんかくっさこのヘルメット、めっちゃ昨日蒸れてたし臭いんだけど、昨日さヘルメット外した頭マジで臭かったんだけど、よいしょ。それではみんな今日も一日頑張ろうね。ちょっと待って、なんかさ昨日よりもさヘルメットがきついんだけど、え、みー昨日より頭でかくなった、もしかして。めっちゃくちゃきついんだけど、え、頭もむくむの？え、顔だけにしてよ、むくむのは。え、頭の大きさもでかくなったかもしれない。マジできついんだけど、どうしよう。装着。きつい、きつい。よし、今日もリップを塗って、きついけど出かけよう。っていうか、昨日の雨が本当に嘘みたい。昨日は青空一つなかったのに、今日はめちゃくちゃ青空。最高すぎる。お天気の神様、本当にありがとう。みんな見てよ、この青空。最高。でも原付も負けてないわこれ。なんていう企画を私は思いついてしまったんだって思ってたんだけど、やばい、最高。箱根の景色が今最高だからっていうのもあるけど、暑すぎず風は冷たくて気持ちいいし湿気もないし最高なんだけど、見てよ川も見てて涼しいし気持ちいい。なんか山道に突入したんだけど、くねくね道でまだやっぱちょっとカーブは怖い。斜めになるじゃん原付ってカーブすると。ちょっと山道もめちゃくちゃいいな。木が生い茂ってるからめちゃくちゃ涼しい。わあ、火事で全焼しちゃってる家がある。山火事かな、気をつけないとね。火事も原付頑張って。結構坂道だよ。今日気温は30度以上あるのにこの山道に入るだけで寒いんだけど、すごいね木の力って。マイナスイオン感じてる。いっぱい範囲にマイナスイオン入れなきゃ。せーの、あー気持ちいい。見てよみんな、この私の右に広がっている山と空。すごい、めちゃくちゃ立派な神社がある。なんて読むの、大天狗山。行きたいけどちょっと時間がないからスルーします。ここら辺神社もあるし湧き水もたくさんある。え、湧き水飲みたいな。飲んじゃいけないかな。みーさ、山がさ昔から本当に大好きなんだよね。だから今が一番テンション上がってる。岡山に行った時かな、大学受験の時とか受験勉強でもう疲れたってなったら日曜日の朝に山登り行ったりとかしてたんだよね。久しぶりに山越えて最高。この山の匂いがもう癒される。どんな嫌なことがあってもね、こういう自然に触れればさリフレッシュされるよね。毎日お仕事とかお家のこととか自分の人生でね、いつも忙しい人定期的にね山に来ることをめっちゃおすすめする。よく言うよね、自然でリフレッシュするって。本当だと思う。それって昨日の夜までちょっとだけ憂鬱だったんだけど、明日もまた月旅かって。だって今山に来てるだけでもう楽しいんだもん。今すごいここら辺ねマス釣りができるんだ、楽しそう。あー怖い怖い怖い。曲がりくねた道が怖い、本当に怖いよ、倒れたらやだ、でも山は大好き、お願いだよ。怖い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 。喉乾いてきたかな。あー怖いよ。でもゆっくりすぎても倒れちゃうよね。見てこの後ろの青空、綺麗すぎ。わー、サイクリングしてる人がいる。気持ちよさそう。こんにちは。待って、めちゃくちゃ
綺麗な場所見つけた。ちょっと休憩。ねえみんな見て、最高なんだけど、この青空に山に、見たら涼しくなる素敵な池。これ池なのかな、川。あー泳ぎたいな。なんかもう本当に来てよかった、この景色を見れただけでも。よし休憩は1分間進みます。ちょっと待ってみんな、一旦ここだけは寄らせて、寄り道させて。皆さん見てください、ここは寄らないではいられない。じゃじゃーん、皆さんこちらは何だと思いますか。こちらは芦名湖です。芦名湖を通り過ぎると静岡県に突入するんですけれども、本当に神奈川県ラストの観光です。わ、あそこにヘリコプターも飛んでるし、ロープウェイもある。待って、気持ちよすぎ。スワンボートしたいけどさ、そんな時間ないんだよね。もう一回行きたいな。しかもさ、奥の方になんか神社とかもあって、あそこまでスワンボートで行ったら楽しそうなのに。でも私は進まなければならない。スワンボートまた来るからね。そしてあそこには釣りをしている方もいらっしゃるし、面白いね。美味しそうな蕎麦屋さんとか茶屋とかもあって寄りたいところだけど、ここでリフレッシュできただけ最高だよね。外国人観光客の方もめちゃくちゃ多いね。みんな自然を楽しんでるね。あーもうここに1時間ぐらいいたいよ。ちょっとここら辺いろんなところ鳥居があるから、遠くからだけどお願いしとこ。大阪まで無事にたどり着けますように、事故が一回もありませんように祈願します。よし移動しよう。ちなみにあそこの芦ノ湖、あの芦名湖じゃなくて芦ノ湖だった。手こきボートは30分1500円だって。みんなやってみてね。ちなみに本日の藤原のみーの豆知識なんですけれども、ここの芦ノ湖の水源はほぼ湧き水なんだって。湧き水ごめんなさい。よし。ちなみに芦ノ湖の遊覧船もあって40分コースがあるんだって。大人一人1000円で乗れるらしい。うわー乗りたかったな。待って、ここからの景色も最高じゃん。もうここら辺は近くにね、高級ホテルとかもたくさんあって、外国人が本当に6割ぐらいかな、ここにいらっしゃるの。リゾート地になってるんだね。あれ待って、鍵どこやったっけ。ちょっと待って、トイレに忘れてきたかも。あ待って、あった、よかった。トイレの横にねポンと置いたんだった。もう本当にバカ。それでは出発進行、芦ノ湖バイバーイ。それでは今から一気に静岡県に突入します。さっきさ、ここら辺のホテルいくらぐらいなんだろうと思って調べたらさ、5、6万円とかだったよ。やばくない、高級リゾート地じゃん。もうここはやばい、もうここら辺が最高すぎてめちゃくちゃ寄り道しちゃうんだけど、こちらは道の駅箱根峠です。まあでもね、1回寄っただけ、中には入らない。最高。皆さん聞いてください、あと2、3分走行したら静岡県に突入します。気持ちいい。静岡県に突入したら朝ごはんでも食べよっかな、海鮮とか美味しそうだし。待ってみんな、ここをもう越したら静岡県に突入。ここが神奈川県と静岡県の境目です。せーの、静岡県に突入。やばい、嬉しい。ここを通りたくて、ここをモチベーションに頑張ってたの。それでは皆さん、ここはどこかというと沼津魚市場です。どうしても沼津の海鮮が食べたくて市場にやってきました。沼津までは静岡県に突入して1時間ちょいぐらいかな、1時間半ぐらいでやっと着いた。もう暑すぎてお腹も空いたし、とろけそうだった。じゃじゃーん、こちらが沼津魚市場。美味しそうなご飯屋さんがたくさんあるからどこか迷うな。一回止めてきます。やばい、みんな評価が 4.7 の海鮮丼屋さん見つけちゃった。うわ頭くっさ、最悪。たくさんお店があってめちゃくちゃ迷ったんですけれども、私はここの路地に入った、じゃじゃーん、こちらのお店113です。さっき入りたいんですけどって言ったら、もうちょっと待ってねって言われたから、ここで待っとこうと。それでは皆さん、15分ぐらい待ったんですけれども、来てよかった、待ってよかった。まずここは3種類しかなくて、上、特上、極みなんですけれども、みーは一番安いと言っても高い2800円、こちらの上海鮮をいただきます。せーの、じゃじゃーん。待って、めちゃくちゃ美味しそうなんだけど、ほぼ沼津さんのお魚さんで、マグロとイカ以外は全部沼津のものだって。で、これとこれ深海魚なんだって。初めて深海魚食べるかも。いただきます。もうこのバイク旅はいろんな場所でその土地の特産物を食べるために頑張ってると言っても過言ではない。うーん、
待てやばい。でさっきお姉さんが説明してくれたんだけど、もうここの海鮮丼の海鮮はお魚の中で一番美味しい特上のものを盛り合わせたものって言ってた。やばい、2800円のランチなんて朝ごはんか。これもうお昼だけど贅沢すぎる。やばい、本当にビール飲みたい。うん、最高。頑張ってよかった。まだまだ全然先は長いけど。みんなはさ、一生お魚しか食べれません、一生お肉しか食べれませんって言われたらさ、どっち選ぶ？みー今までねお肉派だったんだけど、魚かも。だってお肉は毎日食べたいかって言ったらそうじゃないけど、お魚なら毎日食べれそう。いつもはイカ苦手なんだけど、ここなら食べれそう。待って、美味しい。見て、深海魚。うん、ハモみたい。こんな美味しい海鮮丼生まれて初めて食べたかもって言っても過言ではない。え、てか本当にそうかも。美味しすぎる。じゃじゃーん、綺麗に食べた。ごちそうさまでした。最高に美味しかったな。他にもたくさん美味しそうなお店あるけど、次に行かなきゃね。ちょっとトイレ探しに奮闘中。やっぱみんなさ、ミート目があったらめっちゃ笑うんだけど、さっきもね3人家族のお母さんが、あら可愛らしいバイクに乗って可愛い子がどこまで行くのみたいな、すごい応援してくれました。大阪まで行くんだって言ったらびっくりしながらも応援してくれました。ありがとうございます。優しい人たくさん。よし、お腹も満たされたし、すぐ喉が起きそう。でもね、トイレ休憩をいっぱいしている時間はないので、あんまり水分を取ることはできないんですけれども、喉乾いた。暑すぎる。今日一日でさ、ワントーンぐらい日焼けしそうなんだけど。てかさ、もうちょっとで富士山かもしれない。富士山はさすがに見たいよね。あー、ここら辺走ってる車のナンバーが富士山になってきたから、もうちょっとかも。え、今日の気温32度だって。やば、暑すぎる。もう今見え焼けてるっていうか、油くれて頑張れそうになかったので、エネルギーチャージ、じゃじゃーん、こちらのリリーカフェっていうものを見つけてしまったんです。ここら辺に富士山があるということで、富士山の麓のカフェらしい。可愛くない？これコンテナがカフェになってるんだ。中も可愛い。こんにちは。やばい、みんな見て、めちゃくちゃ可愛いの頼んじゃった。いくよ、せーの、じゃじゃーん、可愛い。めちゃくちゃ可愛いんだけど。プラス100円でクマさんにできますよって言われたから、クマさんにしました。ベビータッピ。これはいちごミルクです。美味しそう。いただきます。クマちゃんいただくね。衝撃的に美味しい。んー、最高なんだけど。やばい、一気に元気出た。お姉さんが中でね手作りしてくれたの。ちなみに秘宝があって、なんと本日富士山が全て雲に埋もれていて見えません。さっきちょっと富士山かなと思って見たんだけど、いや違うよねさすがにと思ってたら、雲に覆われたただの山でした。え、今日富士山見えません、最悪。よく見たらさ、顔にめちゃくちゃ泥がついてて、原付だと顔にね全てゴミがねかかってくるので、顔も髪の毛ももうねギシギシですけど、クマちゃんが癒してくれる。乾杯。見て、やばくない？私がお酒じゃなくてこんな可愛い飲み物を飲んでいるのは本当に世にも珍しい物語なので、皆さん見納めください。ちょっと可愛いこぶっとこう。うん、うん、これを飲み切って頑張ろう。よーし、
し、糖分摂取よし、喉の渇きよし、気分もよし、機嫌もよし、浜松までぶっ飛ばします。3度30キロ以下でね。やばい、向かい風がやばくて目が痛い。みんな見て、この後ろにあるね、これが富士山なんだけど、今日全然見えないね。雲がなかったらめっちゃ綺麗に見れただろうな。ほらみんな見て、あそこのさ、雲に隠れているあれが富士山です。こっからも綺麗に見えただろうに、富士山は見えませんでした。ということで、富士山を眺めて黄昏る時間がなくなったので次に進みます。行くぞー。ちなみにここから浜松まで114キロです。やばい、遠すぎる。やばい、すぐ喉乾いちゃう。乾杯。おーやだ、もうミーの体蚊に噛まれすぎなんだけど、痒すぎる。もうやばい、本当にやばい、痒い。ここら辺の蚊がでかすぎる。もう痒いよ。皆さん正直言っていいですか、あれから2時間以上経ったんですけれども、本当にやばい。もうなんか本当にごめんなさいなんですけど、原付き飽きました。飽きたとか言っちゃダメだよね。お尻が痛すぎて嫌なんだけど、しかもこの変わらない下道、高速道路にも乗れないし、ずっとこののどかな景色。いや、ありがたいことなのかもしれないけど、あー、夕日が綺麗な時間になってきてしまった。私の顔が夕日に照らされてるのが分かりますか。下山子がよく歌っていた歌を歌います。もうやだ、死にたい、その頭の頭文字を取ると、もやし、もやし、もやしになるんだよ。あー、子供が自転車でこけちゃってる。大丈夫？まあ痛いね、泣くの我慢してる。大丈夫？ちなみに今岩田というところに到着しました。岩田ってさ、もうちょっとで浜松市だよね。岩田といえばヤマハかな。あ、今ミーが乗ってるバイクもヤマハだから、いつもお世話になっております。今回めちゃくちゃお世話になっております、岩田さん。あー、でも夕日が綺麗でちょっと心が保ってきた。もう精神崩壊するんだけど。でも夕日が綺麗で泣きそうなんだけど。夕日ってあんなにまん丸かったっけ。そうだよね、太陽もまん丸だもんね。もう今何言ってるのか分かんないし泣きそうなんだけど。もう静岡でかすぎるよ。でもめっちゃ綺麗。やばい、泣いちゃダメだ。見てください、皆さん、夕日めちゃくちゃ綺麗じゃない。めっちゃ綺麗なんだけど。これだけで癒される。子供たちもチャリで頑張ってお家に帰ってることだし、みーももうちょっと頑張るか。全然もうちょっとじゃないけど。静岡だからさ、ところどころ爽やかハンバーグのお店がたくさんあって寄りたいところだけど、今日中に愛知県には突入したいところだから、もうちょっとね、夜ご飯まで我慢したいと思います。あー、ビールが飲みたいよ、神様。皆さん、正直私1000キロドライブ企画を2回やらせていただいたんですけど、それよりも100倍きついんだけど、原付き旅やばい。東京から大阪まではちょうど500キロぐらいなんだけど、1000キロドライブの半分だけど、原付きっていうハンデ、これマジでやばい。本当に無理、もうやだ、帰りたい。まだ浜松だし、浜松駅にあともうちょっとで着くんだけど、もうやだ、もう泣けそう。新幹線だったら10倍ぐらい早く着いてたのに。皆さん、浜松駅です。久しぶり浜松駅。ちょっと待って、本当にお尻もげる。よいしょ、一回休憩。ちょっと待って、マジで疲れた。お尻もげてる？大丈夫？はあ、お尻かち割れた。せーの。さ、すっごい蒸れた匂いするはい、ということでですね、皆さん、浜松駅に到着しました。もう髪の毛もぐしゃぐしゃ、ぺっちゃこだし、もうメイクもベロベロで、ベロベロじゃないわ、デロデロで、もう世の中に出したくないんですけど、皆さん見てください。じゃじゃーん、浜松駅だよね。これは夢じゃないよね。そろそろちょっとお腹空いてきちゃった。もうすぐ夜の7時になっちゃうよ。ちなみに皆さん聞いてください、東京と大阪があって、まあ今中間地点よりは大阪寄りになったなって感じなんだけど、ちょっと待って、今の道のりをあと2倍ぐらいするって考えたら、もう本当に嫌なんだけどめっちゃうなぎの匂いがする。めっちゃいい匂い。ちょっとママに電話してみようっと。ママ出るかな。
あれ出なかった。何してんだろう。浜松駅周辺めちゃくちゃいい匂いするけどダメだ。今日の目標はね、ちなみに名古屋まで行くことなんですね。ダメだ、誘惑に負けたらダメ。浜松駅に来れたことはめちゃくちゃ感動だけど私は進み続けます。あーいい匂い。何これ、なんで浜松駅の近くってこんなにいい匂いがするの。うなぎ。さっき言った沼津あるでしょ、みーが海鮮丼食べたところね。あそこから今浜松駅まで本当は車で行ったら2時間半のところ、下道でね、車で下道で普通に行ったら2時間半かかるところを私はなんと5時間かかりました。もう本当にもう嫌なんだけど。よーし、愛知県突入まで頑張るぞ。夜ご飯まで頑張るぞ。あ、ロシア料理屋さんがある。ロシア料理美味しかったな。本場で食べたロシア料理まだ食べたい。やばい、もう今食べ物のことしか考えてない。よし、愛知県に入ろう。とりあえずちょっと待って、やばい。みんなあれから1時間ぐらいが経ったんですけど、え、今さマジで静岡県と愛知県の県境にいるかも。ええ、もう入る。愛知県に突入。3、2、1。愛知県に突入。今豊橋に入ったっていう感じかな。待って、やばいやばい。あ、目の前も豊橋ナンバーだ。この人についていこう。嬉しい。名古屋までは全然まだまだあと4時間ぐらいかかりそうだけど愛知県に突入。よし頑張ろう。あともうちょっと。暗くて怖いよ。寒くなってきた。今私はこんな道を通っています。普通はね右のバイパスを通るから車は、こっちはね全然人がいません。てかミーの貸し切りです。ずっとこの道だから寂しくて。頑張ろう、もうちょっと。ちょっと心細いよ。なんか牛の匂いするんだけど、めっちゃここら辺牛いるの。くっさ、牛のうんこの匂いする。臭い。牛、牛急に出てきたら本当に泣くからね。なんか動物出てきそう。怖いよ怖い。盗んだバイクで走り出す行く先もわからぬまま。よし、名古屋に着いたらお酒飲むぞ。もうあれから何時間だったのかわかんない。もうやだ。ちょっと一回止めよう。ちょっとママに電話しよう。何？今ね、ちょっと子猫預かってきて。子猫？ちょっと今帰ってきて、ちょっと今ね、あんちゃんちょっと今困惑中で威嚇して、もうね可愛いの。生後2週間ぐらいかな。え、待って、もうどういうこと？え、可愛い、走った。ちょっと待って、え、どういうこと？今生後2ヶ月の猫ちゃんを家に連れて帰ってきたの？2週間です。あ、2週間借りるの？あ、お友達が捨て猫拾ってきたとか？そうそう。え、ね、ちょっとね、え、ちょっとあまりに可愛かったから、ちょっとあんちゃんもほら、うち箱入りだからさ、ちょっと子猫見せてあげたかったのよ。あ、じゃあアンちゃんは、あの、私がね、あの、拾ってきた捨て猫の愛猫なんですけど、実家の。え、まだ仲良くなれてないんだ。いや、違う、そういう話をしたかったわけじゃなくてさ、ママ聞いて。もう、だからとにかくちょっとママ今忙しいの。もうひどい。ひどすぎる。いや、本当に忙しい。昨日までめっちゃ心配してくれてたのに、この人。え、てかママ、そんなことよりさ、ごめんね、そんなこととか言って。そんなことより？そういえばさ、原付、あの、それも心配なのよ、私。あの、ごめんね、あの、猫が来るまではそのことはすごい心配してたけど。子猫に負けた。何？子猫に負けた心配事。結構 LINE してたでしょ？そう。来てねとか。うん、あの、電話とかも来てたしね。ちょっと。あー、今ご飯食べてる。もう、この人、ミーどころじゃないんだけど。ねえ、もう今ね、泣きそうだったの。え、何どうしたの？もう泣きそうだったの。今日名古屋まで行かないといけないんだけどさ、あと2時間以上もかかりそうなんだよ。もう今日さ、何時間乗ってると思う？バイク。もうちょっとで12時間乗ることになってるんだけど、バイク。え、そんなに乗っていい？もうやばい。今めっちゃ休憩してるけど、もう泣きそうなんだって。え、じゃあちょっとまあ、もう無理はしないでさ、もう2時間はもう明日にしたら？それはね、できない理由があるの。あ、そうなの？うん。まあじゃあとりあえず頑張るしかないけど、まあでも無理じゃないようにしてね。は
はい、ありがとう、うん、まあ、応援してるわ、うん、まあ、じゃあとにかくもう頑張って、視聴者の皆さんも応援してるからありがとう、分かった、うんうんうん、でまあ、とにかく気をつけて、はい、うん、でも休息取ってるのはいいと思います。わかりました、すいません、お忙しい時に子猫と戯れて楽しんでくださいませ。そうなの、ちょっと今あんちゃんがねさあとか言っちゃって、本当にもう子猫に向かって。分かった、ありがとう、頑張る、うん、うん、じゃあ頑張ってね。はい、ありがとう、バイバイ。ちょっとごめんなさいね、こっち取り込んでてもうなんかどうでもよくなったら電話したら、うん、ありがとう、バイバイ。うん、また何かあったら気晴らしに電話して、はい、子猫情報でもお知らせするわ分かった分かった、バイ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 、頑張ってね。はい、はあ、面白い母親だ。昨日まであんなに心配して1時間に1回電話してたのに、今は子猫に夢中らしいわ。面白すぎる、もう。よーし、長屋まで行くぞー。はあ、ちょっと待って、みんな本当にやばい。はあ、ちょっと待って、一回喋る元気もない。皆さん急にどういう状況って感じだよね。一回話さなきゃ、マジでどういう状況って感じだよね。はあ、ちょっと皆さん聞いてください。てかこの部屋暑いな、暑い。冷房かかってないの。はあ、ですね、皆さん説明させてください。もうちょっとやばい、本当にもう髪の毛もぐしゃぐしゃ、メイクもぐしゃぐしゃ、顔に血色もない。どういうことかというと、現在の時刻は日付を越して9月5日の0時52分です。はあ、もう本当にちょっと、ああ、もう泣けるということで、ちょっと待って、一回精神崩壊するぐらいさ疲れてんだけど今。泣かない泣かない泣かない、今回の旅は泣かないって決めたんだ。説明させてください。まず私は今ね、どこにいるかというと、見てください、日本列島のど真ん中、なんと名古屋までやってきました。見て、正真正銘今私は名古屋にいます。はい、あれから 4,5 時間ぐらいですかね、4,5 時間かけて名古屋にやってきました。普通に車で来たら一般道でも2時間半で来れるところを5時間かかりました。途中休憩とかしたりとか、もうマジで無理と思って、でしかもね、撮影できなかったのが、このカメラのバッテリーがなくなってしまって、モバイルバッテリーから充電もしようと思ったんですけど、それも充電がなくなっちゃって、モバイルバッテリーの充電もなくなり、でも携帯の充電もしないといけなくて、携帯の充電がなくなったらマップもなくて本当に終わるから、カメラの充電ができなくて、カメラで撮影できませんでした。もう名古屋駅、名古屋駅の写真撮ったっけ。あ、撮ってないわ。名古屋駅に一回着いたんだけど、あ、今日の宿を予約しなきゃと思って、まあ、宿を予約して、あ、今名古屋の駅前の東横インにいるんですけど、あ、なんかもうルームツアーもしなくてもいいぐらい普通のなんか部屋ですね。マジでさっき予約したらギリギリこの部屋が取れました。めちゃくちゃ今日人多いんだけど、なんでこの部屋一泊1万円だったし、そんなに安くなかったし、もう無理、もう疲れた、もう明日もしたくない、もう名古屋で終わりでいいかな、みんな、もう本当に嫌だ、もう原付見たくないし、原付にも乗りたくないよ、もうやだ、ごめんなさい、弱音を吐いてごめんなさい。とりあえず現在もう1時を回るということで、ビールだけ1杯だけ飲まして、もうつまた本当にやばい。てか今ミーマジで名古屋にいんの。もうマジ途中無心だったわ。この藤原のミーが、皆さん聞いてください、夜ご飯を食べるのをもういいやって諦めるぐらい疲れてる、プラス今日までに名古屋に来ないといけなかったんですね。でなんでこんなに急いでるかというと、次の旅路もあるし、いろいろ私次の旅の予約をしてて一日も遅れられないんですね。だからマジで今日は名古屋に来ないといけなかったんだけど、もう疲れただけど一回さ、ビール飲みたいよね。いや、さすがにビール飲まして、一杯だけ、一缶だけ飲まして、よし、ビール買いに行こう。ちょっともう無理、もう無理、そう、一回に自販機でビール売ってたから買ってくる。もうごめん、こんな姿で、やばい、過去最高にやばい顔面してるんだけど。それではですね、皆さん近くのローソンに行ってきました。ということで、まずはじゃじゃん、朝日スーパードライ。待って、ね、過去最強に疲れてるかもしれない。それでは皆さん、本日初ビール乾杯。Ah.
待って、ビールってこんなに美味しかったっけ。待って、マジで感動するんだけど。そして藤原のみ初かもしれません。じゃじゃん、夜ご飯はなんとローソンのチキンカレー。もうね、居酒屋に行く元気がない。やばくない？この私が。まああとはこんな深夜に空いている居酒屋がここら辺でなかったっていうのもあるんだけど、今までだったらちょっと元気あったら歩いて20分とか行って居酒屋巡りをしてたんですけれども、マジでその元気がない。もうね、コンビニ行くのは精一杯でした。それではいただきます。久しぶりにコンビニのご飯食べる。ちょっと辛っ。乾杯。おしんこも買ってきた。やけどね、明日もあるからこれ一本だけにしとくわ。待って、もうやばい、今すぐ意識が飛びそうなぐらい疲れたんだけど。やばい、お風呂入らなきゃ。うまかった。もう一貫飲みたいし、ハイボールも飲みたいところだけど我慢。よし、お風呂行こう。ごちそうさまでした。眠い。はい、ということでですね、お風呂上がりました。気持ちよかった。もう本当に疲れたけど、もうね、お風呂に入れたということで気分は元通り。今日は牛乳を飲みたいと思います。明日もまたねあるので先は長い。乾杯。うまっ。ということでですね、皆さん2日間かけて東京から名古屋に到着しました。イエーイ。東京から名古屋だったら普通に車で高速道路に乗って、車で来たら何時間かかるんだっけな、4時間半か。4時間半で着くところを私は2日間原付を何十時間運転したんでしょうか。え、今日リアルに14時間15時間えくらい運転してるよね。やばくない？もう本当にみー、ちょっと一回あの B の君を見るのが本当に嫌っていうのは嘘。明日からも相棒君と楽しく原付旅をしていきたいと思います。明日はどうしても明日の深夜までに大阪駅にゴールしたいところなんですけれども、私は明日どうなるんでしょうか。明日の朝も早くね移動して夜までに着きたいし、でもご当地のご飯も食べたいし、お酒も飲みたいし、ゴールしたりやっぱ居酒屋も行きたいし、もうね本当欲望が抑えられません。それでは皆さん早く寝たいと思います。やばいやばい、もう2時になる。え、もう2時じゃん。今日疲れたけど明日は絶対に寝坊できない。明日も頑張ります。本当に事故はありませんように。そしてこの2日間事故がなかったことが本当に良かった。バイバーイ。おはようございます。おはようございます。やばい、めちゃくちゃ寝たつもりなのに体の疲れが取れてない感じがやばい。ということで現在の時刻は、今日は8時に起きて9時には出発したい。いくよ、せーの、じゃじゃん。え、本当にやばい、本当にやばい、もうやばい。現在の時刻9時14分。もういやでも仕方ないよね、昨日は夜遅くまで原付の運転頑張って、ああ休暇のためにも寝坊してよかったよね。いやでもやばい、今日は急がなければならない。やばい、全身筋肉痛。それでは準備します。3日目もよろしくね。 B の君、3日目もよろしくね。2日間私の相棒をしてくれて、私の性格とか情緒不安定さをもう理解してきて、君はもう相棒に昇格しました。なんかさ、日に日にヘルメットがさきつくなっていくんだけど、 B の顔面というか頭がでかくなっていってんのかな、毎日嫌なんだけど。それでは3日目もこの B のに頑張ってもらいたいと思います。頑張ろうな、一緒に。ちなみに名古屋駅から大阪駅までは173キロあります。普通に高速道路使って車で行ったら2時間半で着くんですけど、私は何時間何十時間かかるんでしょうか。てかお腹すいて朝ごはん食べてない。よし行くぞ。でこれが五島列島。五島列島じゃない、もう疲れてんだけど。これが日本列島で、で今ミーが名古屋にいるんですけれども、大阪駅まではこの距離ですね。これが173キロで、日本全体を見るとえめちゃくちゃ近いじゃんとか思うんですけど、皆さんこれがめちゃくちゃ遠いんですよ、原付で行ったら。よし頑張ろう。それでは名古屋駅バイバイ。名古屋ご飯グルメを食べたかったところなんですけれども、私は突き進まなければなりません。名古屋またゆっくり来るからね。皆さん今からヤバいことを言います。今日はだから愛知、岐阜、三重、滋賀、奈良、大阪で、大阪に行くまでに6軒はしごします。いつもはしご酒とか言ってるけど、あのはしご券です。もう全然笑えないから本当に。でもこんなにねピー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 言っていられません。私がね
自分でやると決めたんです。だから絶対に大阪まで行って今回のミッションを達成して大阪でねたこ焼きを食べたいと思います。大阪名物を食べてやる。でも今日も天気がいいから最高だな。初日は大雨で本当にずぶ濡れになりながら原付旅をしてたんですけれども、やっぱ天気いいって最高。でも楽しい時を楽しく過ごすしかないよね。ちなみに今から50分ぐらいしたら三重県に突入します。愛知県さらばじゃ。よし、三重県に突入したらご飯食べようかな。お腹空いてもう胃液を感じるよ。よし、50分頑張ろう。それでは皆さん原付に乗って、本日の藤原のみーの豆知識なんですけれども、皆さん耳をおかっぽじって聞いてください。木曽川についてです。それではこちらの橋を渡ります。木曽川が左側に見えるんですけれども、本当にこの橋と橋のちょうどど真ん中が愛知県と三重県の県境です。それでは木曽川の豆知識。木曽川っていうのは小学校か中学校の時に歴史の教科書で習ったのをみーも覚えてるんだけど、なんと日本で長い川ランキング8位なんです。で1位はせーの、信濃川ですよね。信濃川は日本一長くて365キロぐらいあるらしいんですけれども、長さがね。で8位の木曽川はなんと227キロメートルあるんだって。すごくない？でこの木曽川は長野県から流れていて、長野県そして岐阜県を通って愛知を通ってなんと三重に流れている川なんですけど、すごくない？で最後この木曽川の川の水は伊勢湾にたどり着くらしい。それでは皆さん、ついに三重県に突入しました。三重県会いたかったよ。以上、木曽川の豆知識でした。いやー、木曽川めちゃくちゃ綺麗だな。橋の向こう側が愛知県、そして私は今三重県にいます。やばい、川で泳ぎたいぐらい暑いんだけど。今日本日の気温なんと34度。暑い、このヘルメットが蒸れて暑い。よし、ご飯を食べに行こう。ほら見て、左側に大きく木曽川って書いてある。やばい、お腹すいた。暑い、喉も渇いたし。わあ見て、一面田んぼでめちゃくちゃ気持ちいい。愛知県と三重県の県境はこんなにのどかな場所なんだね。見て、みんな、長島駅っていうところに今やってきたんですけれども、長島ってさ、長島スパーランドがあるところか。みー、人生まだ一回も行ったことないから行ってみたかったんだよね。見て、長島っていうところは見えるかな。ここにあるんだけど、木曽川ともう一個の川に挟まれてるというか、川と川の間にあるから長島っていう、まぁ、ちょっと一つの島みたいな感じになってんのかな。島ではないけど、せっかくだから長島でランチ食べようかな。ランチというか朝から何も食べてない、お腹空いちゃった。長島スパーランドいつか行ってみたいな。絶対楽しいんだろうな。よし、長崎スパーランドに行く時間はないけれども、長島でご飯を食べてやる。美味しいものを食べてやる。わー待って、最悪、臨時休業だった。ここの定食屋さんめちゃくちゃ美味しそうで気になってたのに。ここのお店良さそうじゃない？ほら美味しそうなね、三重県産のものとかを使った定食屋さんだったんだけど。よし、次の目当てを探そう。ピエールエルメ、みんなここら辺来たら食べてみてね。そしてミーに感想を教えて。藤原のミーが美味しそうと思ったところはね、 100% 美味しいっていうね、昔からの言い伝えがあるんですよ。よし、次の場所発見。暑い、暑い。それでは皆さん、私は絶対的に美味しいお店をまた発見してしまいました。千代寿司さんです。絶対美味しいよね。何食べようかな、お腹空いた。それでは皆さん、私今回もヤバすぎる、美味しそうすぎる、素敵なお店を発見してしまいました。ということで、ちょっとヤバい、もう今日暑すぎてどうしてもビールが飲みたい。ノンアルコールのアサヒスーパードライを飲ませていただきます。もうね、我慢できない、早くアルコール飲みたいよ。それでは皆さん、乾杯。ちなみに現在はランチセットを頼める時間なので、ランチセットを頼みました。乾杯。それでは皆さん、到着しました。やばい、せーの、じゃじゃーん、お寿司ランチセットです。こちら1200円です。彩り豊かでめちゃくちゃ可愛い。いただきます。お味噌汁と茶碗蒸し、何から食べようかな。
グルメ旅をするために原付を頑張ってると言っても過言ではない。乾杯。あ、待って、やばい、サビ抜きっていうの忘れて全部わさびが入ってるけど美味しい。待って、最近味覚が変わってきたかもしれない。わさびちょっとだけだったら美味しい。藤原のみーのミジンコレベルの成長。うん、暑い日に食べる熱々の茶碗蒸し。うん、エビ、アナゴ。やばいかもしれません。まだ胃袋が3割ぐらいしか満たされてない。ラスト一つになっちゃった。ごちそうさまでしたと言いたいところだったんですけれども、すいません、本当に皆さん諦めないでください。せーの、じゃじゃん。私の胃袋はお寿司セットでは満たされませんでした。ということで、三重で有名なうなぎ丼を頼みました。美味しそう。2回目のいただきます。やっぱ今日はね、食べてエネルギーチャージをしっかりしないと頑張れないから。今日十何時間も運転するんだから食べてないとやってられません。あー、早くゴールした本物のビールが飲みたい。うなぎ久しぶりに食べた、美味しすぎる。お昼から贅沢だ。さすがにお腹いっぱいになってきた。一粒も残さない。じゃじゃーん、本物のごちそうさまでした。東京から大阪まで原付で旅するっていう、原付だけで東京から大阪まで行くっていう企画をしてて。原付で？原付で。そうなんです。下道ってことですよね。あ、はい、下道です。高速使えないので。あ、ですよね。はい、3日間ぐらいかけて大阪まで、大阪まで行ってるんです。今頑張ります。あ、暑いので。そう、エネルギーチャージできました。 ありがとうございます。チューバーの人だって。あ、そうなんです。ありがとうございます。ごちそうさまです。ありがとうございます。めちゃくちゃ暑いですね。もうワントーンぐらい日焼けしました。暑いですよね。でも雨降らなくてよかったと思って。まあね、それは本当に1週間違ったからまだね。すいません、ありがとうございます。ごちそうさまです。あ、いたたた、ごめんなさい。あ、いいです、ごめんなさい。ごちそうさまです。ありがとうございました。ありがとうございます。あ、美味しかった。よし、三重県を突き抜けるぞ。うわ、牛のうんちの匂いする。ここら辺牧場あるのかな。気持ちいい。いけいけゴーゴー、ドレミファソラシドドシラドファミレド。気持ちいい。見てよみんな、この景色、一面田んぼ、癒される。やっぱ都心を走ってる時よりもこういう田舎道を走ってる時の方が大好き。やばい、対向車線に大きいトラックが来るとさ、風圧で巻きそうになる。原付ってほんとちっぽけだなと思っちゃうけど、でも小回りが効いてめちゃくちゃいいよね。多分この企画を終えた後、東京から大阪間の原付旅一生したくないとか思うけどさ、原付普通にめちゃくちゃ便利だから、住んでいる岡山とか東京とかに1台あったらさ、めっちゃ便利だなと思って、なんか原付買いたくなっちゃってくるんだけど。あー、待って、みんな奥の方に長スパが見える。それではですね、今から木曽川の反対側の川を渡ります。この川とさっきの木曽川に囲われているのがさっきのね、島みたいなところだったんですけれども、ここを渡ってもまだ三重県。よーし、三重県を突っ走ります。海風が気持ちいい。海風気持ちいいけど髪の毛と顔はもうべちょべちょです。隣に大きいトラックが走ると未だに怖い。マジで暑すぎてやばい。コンビニでノンアルコールを買いました。アップルスパークリング、美味しそう。乾杯。よし、それではですね、皆さん、なんと四日市に到着しました。ちょっと待って、暑すぎて休憩君多くないと思った方、ちょっと待ってください。昼の3時ぐらいは過ぎないと。マジで暑すぎて本当にやばいの。ということで、四日市にある
じゃじゃーん、こちらローズマリーという喫茶店にやってきました。めちゃくちゃ素敵じゃない。ここでね、かき氷が食べられるということで食べていきたいと思います。もう今氷がないと無理、暑かった。店内の中はこんな感じ。それでは皆さん、こんな可愛いお店でめっちゃ可愛くない？何を頼んだかというと、せーの、じゃじゃーん、かき氷、めっちゃ美味しそう。今回はマンゴーかき氷でトッピングはバニラアイスにしました。いただきます。ちょっともうやばい。夕方の原付旅はちょうどね、気候も良くて気温も良くて日差しもいい感じで最高なんだけど、お昼が一番辛い。マジで日焼けやばいんだけど。やばくない？めっちゃ黒くなっちゃった。頑張って朝日焼け止めクリーム塗ったのにもう意味ないじゃん。ちなみに皆さん、四日市の本日の藤原のみーの豆知識なんですけど、四日市はなんと三重県の県庁所在地は何ですか？津市ですね。津よりも人口が多いんだって。で、四日市といったら学生の時にね、歴史の教科書で習って知ってる方も多いと思うんですけれども、四日市喘息が有名ですよね。そちらはどういう病気ですか？まあ原因は石油化学コンビナートから排出された汚染物質から咳が出たり、痰が止まらなかったりとかで、1960年代ぐらいに発症したらしいんですけれども、ここら辺でもう本当に症状が辛すぎて自ら命を絶っちゃったっていう方々もいらっしゃるぐらい本当に辛い病気がね、ここで流行っちゃったっていうので皆さん知ってると思います。さっきみーもコンビナートとか、あとは工場がすごいたくさんある隣を走ってきたんだけど、もうそっから目もゴロゴロするし、髪の毛もギシギシになったし、見てこのチリチリだし、なんかそういう汚染物質というか工場コンビナートの匂いがすごかった。もう早くそこから抜け出したくて、猛ダッシュでねここにやってきたんですけれども、暑すぎて溶けそうだったし生き返る。やばい、もうちょっとペースを上げていかないと。今日中に大阪に着かない、ゴールしたい。暑かったからかき氷しみる。口の中冷た。なんかこれお通しみたいな感じでついてきた。冷たいよ。これで三重を一気に突っ切れそうだ。冷て。ごちそうさまでした。よし、頑張れる。今回も最高の喫茶店を見つけてしまいました。よし、頑張るぞ。このままマジで三重県を突っ切り抜ける勢いで頑張るわ。よし。それではですね、皆さん、三重をこのまま突っ切りたいところだったんですけれども、ちょっと待って、突入するところなんですけれども、ちょっともう無理、このまま京都に突っ切りたかったけど、ちょっと一旦休憩させてください。まあ、ちょこちょこ途中でコーヒー飲んだりとかして休憩はしてるんだけど、一旦バイクを降りるわ。疲れた。もうちょっと途方に暮れるよ。でももうちょっとで京都だ。2時間半頑張った。いや、撮影しながらだと結構時間を食ってしまうから、とりあえずがっつり今2時間半運転したんだけど、やっと着いた。もうちなみに高速道路に乗って車でここまで来たら50分で来れるところを原付で下道で来たら2時間半っていう感じですね。頑張りました。やばい、あーもうやばい、精神が崩壊してきた。なんかなんだろう、体力の限界っていうか、あ、すごいすごい心配されてる。お兄さんびっくりしてた、ごめんね。なんか体力的にきついっていうか、精神的に一番きついんだけど、お尻がかち割れそうよりも精神的にきつすぎる。こんなにやられるとは思ってなかった。なんか車よりも100倍きついんだけど。てかさ、ここの伊賀市ってさ、忍者の町なの？なんかさっきから忍者の里とか書いてあるんだけど、どういうこと？忍者がいるの？あそこにさ、忍者市駅ってあるんだけど、え、忍者？これかっこいいの。え？かっこいいの。かっこいいですか、これ。原付です、原付。ヤマハや。ヤマハ、ヤマハ。青で、おじいちゃんバイバイ。その原付
かっこいいのって言ってくれた可愛いおじいちゃん。忍者刺激だって面白すぎる。ちょっと寄ってみるね。ああいうおじいちゃんが話しかけてくれるだけで本当に心が救われる。でも勝手に涙が出てくる。何なのこれも。忍者刺激に到着。すごくない？ちょっと止めよう。疲れた。待って、絶対ヘルメット臭い。うわ、めっちゃ凍った匂いする。最悪。ということで、ちょっとさっきから飲んでいるコーヒー乾杯。なんか眠たくはならないんだけど、でも眠気が来たら最悪だから定期的に飲んでる苦手なコーヒー乾杯。疲れたな。やばい、なんだろうこれ。マジで疲れすぎてというか精神的にきつすぎたらこんなに涙出てくるの嫌なんだけど。ねえねえねえ、泣きたくない。後悔の旅は泣かないって決めたのに。これは涙じゃない。涙の数だけ強くなれるよ、アスファルトに咲く花のように。それでは皆さん見てください。じゃじゃーん、見てください、忍者刺激。初めて知ったんだけど、みんな知ってた？中もめっちゃ可愛いんだけど、見て、忍者がいっぱいいる。ほら、忍者はさ、今で言うスパイとか、あとはコ・マルシアとかってことだよね。すごい、ここにもほら忍者の街の説明が書いてある。なんか鳴り出した。今もう6時なんだ。ちょうど夕方の6時です。なったという感じだ。そして目の前にはじゃじゃーん、テーマ人、時間は夢を裏切らない。人は夢を持ち時間の中に生きている。限りある時間の中で人はたくさんの夢を持ち生きていく。銀河鉄道999の鉄郎のようにだって。素敵。ちなみにここら辺にね、昔忍者、有名な忍者がいた理由の一つとしては、ここら辺三重県伊賀市は山岳地帯、もう山々が続くから、忍術の一つである忍者のね、忍術の一つである、まあ、山で使う術が磨くことができたから、ここに有名な忍者がねいたらしいです。豆知識でした。じゃあみーもちょっと忍者になりきって忍術を行いたいと思います。忍者の里に来たからにはね、私も忍者にならなければ。それでは忍術を始める。皆さん真剣にご覧ください。忍法メロメロの術。やっぱ恥ずかしい。見て、電車もめちゃくちゃ可愛いんだけど。やばい、忍者だ、ピンクの忍者。ちょっとさ、さっきさ、説忍法メロメロの術やってたらさ、学生がちょうどさ降りてきてさ、みたいなクスクスクスとか言われて、マジで恥ずかしかったんだけど。ごめんね、驚かしちゃって。変な人じゃないからそんな逃げなくていいんだよ。ということで皆さん、こっからまた一気にね、三重県を脱出して京都に向かいたいと思います。みんな下校時間なんだね。ごめんねって。ああ面白かった。空が綺麗。飛行機雲だ。人生は紙飛行機、願い乗せて飛んでゆくよ。風の中の力の限り、ただ進むだけ。その距離を競うより、どう飛んだか、どこを飛んだのか、それが怒ったらターゲットはお前になるぞ。忍者の街一瞬だったけど楽しかった。見てよみんな、この空綺麗すぎでしょ。そして田舎ならではのあの焚き木の匂いがして、めちゃくちゃのどかで最高だ。機嫌が治ってきました。皆さんお騒がせしました。田舎の夕暮れは本当に綺麗だね。橋を渡ります。あるから来れる人はみんな待ってるね。世界一楽しい生誕祭にするからね。
のあるコメントは受け入れて、成長とともにね、進化することを忘れない人生を送っていきたいな、そんな年の取り方をしたいななんて思うな。こんなのどかな素敵な光景を見たらちょっと語ってしまってすいません。最高ー。わー、また山道になってきちゃった。山道寒い。今撮影してるのは9月4日なんですけど、もう秋がやってくるね。この夜の寒さは、うわ、びっくりした、蜂が飛んでる、怖いよ。もう私の体は原付旅3日目にしてボロボロです。もう肌は日焼けでワントーン、ツートーンぐらい黒くなったし、まあそれはいいんですけれども、いろんなゴミとか排気ガスを真に受けて、毛穴という毛穴から排気ガスが溜まっているのを感じるし、お風呂やばいからね。ミーの頭洗ったら、昨日シャンプーしたらさ、手が真っ黒になったんだよ。泡が真っ黒になるし、蚊に噛まれすぎて、そして変な虫にいっぱい噛まれすぎて、もうね、手足がね、本当にもうズタズタなんですけれども、今日大阪に達成することができたら、めちゃくちゃ達成感にあふれて、また25歳をすっきり迎えられるんだろうな。あと私は酒を飲むために、酒モチベのために頑張っています、この原付旅を。何のために頑張ってんのって感じだけど、モチベーションは人それぞれだからね。てかこの夕暮れの時間が一生続けばいいのに、今日だけお願い、ずっとこの時間で止まってほしい。時を止まれ。今が一番気持ちいい。お昼の灼熱の中の原付旅ちょっと苦しかった。カメラもさ、灼熱の中すぐ熱くなっちゃって熱を持っちゃって、カメラの機嫌も結構悪くなってたし、この気温が最高、気持ちいい。今日大阪何時に着くかな。おお、すごい、忍者の里、忍者の里、いろんなところに忍者の里って書いてある。我が輩行くである。今看板に書いてあったんだけど、現在の気温25度だって。え、そんなに変わるの、寒いんだけど。肌寒い、今日のお昼まで33度とかだったのに。気温差がすごいから、みんなも体調に気をつけてね。みーは今年1年間大きい風邪とか熱とか出しませんでした。健康が第一。この山道が永遠に続きます。そして当たり前だけど、時速30キロで走っているので、どんどん車に抜かされます。急カーブは未だに怖い怖い怖い、慣れないよ。3日目にして急カーブはまだ、ついに暗くなってしまった。やばい、あと5分ぐらいで京都に到着する。なんか京都の匂いしてきた。おかしいよね。え、でもわかる、なんか京都のなんかお茶の匂いしてきた。ちょっと待って、みんな、あと10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、マジで京都かも。せーの、京都。え、怖っ怖っ、この水怖い、もうやだ、怖い怖い。なんでこんな街灯も一個もないの。え、怖すぎ、やだ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 、京都に来た、着いたって言って喜びたいのに、こんなところじゃ喜べないよ、怖い。怖っ、え、怖っ、マジで怖い。みんな見て、じゃじゃん、マジで今三重県と京都の県境にいる。え、やばくない、マジで県境のど真ん中にいます。本当に京都だ、京都に突入しました。皆さん、やばい、嬉しい。ということは、あ、マジでここだ。行くよ、やりたかったこと。せーの、三重、京都、三重、京都、三重、京都。すごい、私は三重と京都どっちも挟んでいる。暗闇でこんなことしてたら本当に怖いよね。よし、突き進みます。怖すぎる、マジで怖い、本当にやばい、怖すぎる。わー、待って、みんな綺麗すぎるよ。もうちょっとだからお願い、太陽保って。これぐらいの明るさがギリギリ怖くないけど、もう真っ暗になったらこの道怖すぎるよ。太陽頑張ってお願い。でもすごい、この時間は星も見えるし夕焼けも見えるし、マジでロマンチックだ。なんか後ろから来た。すごいね、この辺に住んでる人は車がないと何もできないね。待って、最悪、右目に虫が入った。見える、みんな、痛い痛い痛い。ねえ、虫、お願いだからやめて。痛い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 。待って、めっちゃ虫入ってんだけど。今もう見えたもん、目の中に入ってくるの。ちょっと虫、ミーの目の中汚いからやめときな、入るの。そしてついに真っ暗になってしまいました。やばい、マジで、え、目の中でさ、虫がさ動いてんだけど、マジで気持ち悪い、マジで気持ち悪い。でもミーコンタクトしてるからさ、目ん玉直じゃないんだけど、多分コン
てもそういう辛いことって終わりがあるんだなって思える。まあこの企画をね、自分で思いついて自分で言ってるから辛いことって言うなよって感じだけど、スタート地点の東京にいた時はやる気満々でもうみなぎってたわけよ、力が。なんだけどさすがにだんだん体力と精神力が削られていって、辛い、孤独だって思うけど、この挑戦を見届けてもらっているこの温かい心の持ち主の私の視聴者さんに、この私の過酷な旅の挑戦を見てもらって挑戦する勇気とか、あとは元気が与えられたらいいなと思ってこの企画をやってるんだけどさ、まあこういう企画以外にも YouTube やってたりとか、普通にプライベートだったりとか、家族で喧嘩したりとか、友達と喧嘩したりとか、まあ最近は友達と喧嘩することはもうないけど、まあいろいろね、人生生きていたら辛いこともたくさんあるけど、マジで辛いことって重なったりとかしたら本当にネガティブになっちゃうし、もう生きている意味ってなんだろうとか思っちゃうとき、こう見えてみネガティブになるとき全然ネガティブになるし、いつもポジティブ思考で生きようとは思って生きているんだけど、やっぱネガティブになっちゃうときってさあるじゃん、さすがにね。でもこの企画を通してなんかちょっとだけ自分がたくましくなったなって思うところは、終わりがあるし、こういう先が見えなくてゴールが見えなくて道のりが長すぎて辛いと思っても、終わりはいつかやってくるし、辛い辛いって言っているばっかりじゃなくて、今この辛さも楽しもうって思える。怖い、辛く怖い。そうやって思えるだけなんか成長したのかなとか思いながらね。だって今いろいろ考える以外やることがなさすぎて、携帯もいじれないし音楽も聴けないし、ただただ変わらぬ道を突き進むだけなので、こういろいろ考えるわけなんだけど、だからね、今考えてることをみんなにね、カメラの向こうのみんなに聞いてもらったって感じ。ご視聴ありがとうございました。夜の藤原のみーの語りモードでした。大阪まであと一歩、一旦休憩、乾杯。あ、アルコールじゃないよ、ちゃんとノンアルコールのカシスオレンジ。もうやばい、もうお酒飲めたすぎて本当に震えてるっていうか、疲れた、お尻かち割れる。でもあともう一歩、乾杯。おお、隣の人モンスターガブ飲みしてた。さっきミーと一緒に長時間運転だったのかな。頑張ろうね。え、宮城ナンバーだって。それは飲むわ。モンスター宮城ナンバー、すごいな。あの人宮城からやってきたのかな、ここまで。すごすぎ。待って、みんなやばい。じゃじゃん、見てください、今大阪との県境にいます。え、マジであと1秒、え、1秒というかもうここ県境、え、マジで今県境にいるわ。え、やばい、待って待って、大阪に突入。今奈良県と大阪のマジで県境に立ってるわ私。え、てか今から渡るこの橋を渡ったら大阪だ。え、やばいやばいやばい。それでは皆さん、大阪まで3、2、1、こっから大阪だ。俺大阪の標識があった。それで今すかした顔でこんにちはみたいな言われてかわいすぎて。
たんだけど、生きっちゃって、もうほんと生きってる中高生の男の子ってほんと可愛いよねみんなもそういう時代あった？自転車に乗ってさ、両手離して漕いでる自分かっけーって思ってやったことある人いる？待って、みんなついに大阪市内に突入しました。大阪名物たこ焼き、大阪名物とんぺん焼き、大阪名物のものがたくさんあって美味しそう。やばい、おだれが止まらない。最終に間に合ったよね、市長今でに装置に行くよ、メール短すぎたかな。それでは皆さん、ついに見てください。やばい、もう顔ドロドロなんだけど、見て。それでは皆さん、感動のゴールです。せーの、じゃじゃーん、大阪城です。大阪会いたかったよ、もう腰がもげそうだよ。ということで、大阪城やってきたんですけれども、大阪駅までが一旦ゴール地点にしてるので、大阪駅に向かいたいと思います。なんだかんだ大阪城初めて来たかもしれない。よし、駅に向かう。楽しそうにしてたって、あなた以外に連れはおらへんのよ、近そうでまだ遠い大阪。もうなんか魂抜けるぐらい嬉しいんだけど、これさ、本当に大阪駅だよね。じゃじゃーん、こちら正真正銘の大阪駅です。嬉しい。もう私はこの大阪駅をめがけて、待って、合計何十時間運転したんだ。3日間かけてやっと東京から大阪に到着することができました。1日目8時間9時間2日目12時間以上、今日も12時間以上。あ、ちなみに現在の時刻は22時7分です。今計算したら、なんと私33時間原付に乗っていました。33時間でしょ。3日間合わせて33時間私は原付に乗っていました。もうね、今ビジュアルもやばいし、メイクももう取れてるし、もう最悪の状況なんですけれども、最高すぎる、大阪駅だ、嬉しい皆さん、私の原付旅を最後まで見守ってくださって本当にありがとうございます。私はもう少しで25歳になるということでですね、皆さん24歳最後突っ走りたいと思い、今回の企画を思いついて実行したんですけれども、これで24歳悔いなく過ごせそうです。はぁ、嬉しい。ということで皆さん、今回の動画いかがでしたでしょうか。素人が原付で東京から大阪まで来るには3日間かかりました。計算では時速30キロを500キロ進む場合、17時間で着く計算だったんですけれども、約2倍の時間かかりました。まあ撮影したりとか休憩したりとか、あとご飯を食べたりとかね、そういう時間もあったので、結構時間がね押してしまったっていうのはあるんですけれども、皆さんぜひ真似しないでください本当に真似しないでください今回素人が原付旅をしたということで、皆さん、ご指摘があるかと思いますが、優しく教えてくださったら嬉しいです。それでは皆さん、24歳最後の挑戦かな。まだまだ24歳あと1ヶ月あるから、まだ挑戦し続けるんですけれども、今回の動画ここまでです。
この後大阪でご飯を食べて、大阪グルメを食べて、そしてまた私は、この後ちょっと移動しなければならないというか、明日のね旅の工程的にまたちょっと移動しなければならないところがあるんですけれども、この後の様子はねおまけ動画で皆さんにお届けしていきたいと思います。それでは皆さん、本日の動画ここまでです。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。せーの、どんぶらーここ、バイバーイ。次の動画もお楽しみに。あー、東京だー、間違えた間違えた、もう頭おかしい、大阪だー。よし、たこ焼きかなんか食べに行こう。そして最後に33時間も一緒に乗り越えてくれた B の君、ありがとう。給油何回したかも忘れたんですけれども、 B の君もエネルギーチャージしては走らされ、大変だったでしょう。ゆっくり休んでください。よし、ご飯食べよう、お腹すいた。みんな最後まで見届けてくれてありがとう。それではですね、ちょっとだけ走らせて北新地にやってきてしまいました。なんか調べて美味しそうなお好み焼き屋さんがあって、そこにめがけてやってきたら北新地だったんだけど、大丈夫かな。ここ夜の匂いがすごいです。あとね、夜のねお姉さんたちがたくさんいらっしゃって、続々とね多分飲み終わりの男の人たちにね挨拶しているドレス姿の可愛いお姉さんたちがたくさんいます。ということでですね、私がめがけてやってきたのはこちらです。お好み焼き鉄板おもろみっていうお店なんだけど、え、大丈夫かな、北新地価格とかでさ高くないかな。でもそんな高くなかったんだよね。店内すごい静か。この後もちょっと運転あるので、まだノンアルコールビール、乾杯。ポテトサラダ、豚玉。今日ずっとたこ焼きかお好み焼きのこと考えてたから嬉しい。いただきます。不思議に思いますよね。私旅系 YouTuber をさせていただいておりまして、明日の予定があるんですね。明日の予定っていうのは、まあ、撮影旅の予定なんですけれども、明日の旅のために今日中に和歌山県に行かなければならないんですね。和歌山県、もうマジで久しぶりかも、和歌山県。ということで今から和歌山に行きます。次の動画を楽しみにしておいてください。それでは今から和歌山に向かいます。2時間ぐらいかな。はい、ちょっと待って、やばい、マジで疲れた。え、もう一歩も動けない。あー、疲れた。みんなやばい。皆さん、ついに和歌山県に到着して、今和歌山県のコンフォートホテルにいます。じゃじゃん、今和歌山県にいてコンフォートホテルに泊まって、今ベッドの上でした。ちょっと待って、み、体力には自信があったんですけれども、さすがにやばい。現在の時刻1時52分、もう本当にやばい。でもビールが飲みたすぎる、アルコール摂取したすぎる、ハイボールが飲みたい。え、でもここからさ、今から外出るのはバカだよね、さすがに。いやいや、おとなしく今日は寝た方がいいかな。マジでやばい、疲れた。え、過去最強に疲れた。みんな一杯だけ。じゃじゃーん、朝までやってるお店を見つけた。お袋の味、あがただって。朝までやってんの最高。皆さん、ついに本物のビールを手に入れました。乾杯。ちなみにここら辺和歌山の
ャバクラとかスナックがめちゃくちゃ多くて、アフターみたいな感じで来ている人がたくさんいます。そういう女の子たちがたくさんいる。お客さんが来てるのかな、そうどういう関係かわかんないけど、面白い空間。やばい、もうみんなビールが美味しすぎる、感動。でも俺あんま記憶ない。あーしみる。あ、ちなみにあの撮影していたら、こっちの席どうぞって言って、あのテーブル席に案内してもらいました。皆さん一杯だけって言ったけど、もう一杯だけ。乾杯、ハイボール。あー、せーの、じゃじゃーん。やばい、納豆チーズ春巻き、絶対美味しくない？もう今ね、何時だって感じだけど、もう今日は許して、今日はどんだけ太ってもいいから食べる。いただきます。あー、やばい、めっちゃ美味しい。ねえ、大好きなものしか入ってない。続きまして、じゃじゃーん、お作り盛り合わせ、もう幸せ。このために頑張ってたんだから。和歌山はね、お刺身もすっごい美味しいらしい。いただきます。幸せ、乾杯。さっきね、ホテルからこっちまで10分ぐらいかけて歩いてきたんだけど、もうキャバクラのお姉さんがすごい取り好きて、和歌山のキャバクラの方がね、ありがとうございましたって言って、外までね、すごいセクシーな格好でお客さんにお辞儀とかしててね、歩いてるだけですごい面白かった。あー、頑張ってよかった。泣きそうなぐらい美味しいお酒、最近の中で一番美味しい。みんなごめん、お願い、ラスト3杯目。これさ、初めて見たんだけど、この瓶バージョン、いつも缶飲んでる、美味しいから。乾杯。これ通りやばいと思って自分で感じて、うん、うまっ。何これ。ちょっと隣のテーブルにまた面白いアフターの方々が来ました。女の方1人、多分キャバ嬢の方かな。で、男の方2人。面白い。それではなんかちょっとさっぱりしたかったから、山芋そうめんを頼みました。美味しそう。そうだよね、和歌山もしっかり関西弁なんだよね、忘れてた。すっごいコテコテの関西弁だね。みんないただきます。あ、続きまして、皆さんちょっと酔っ払いすぎてやばいんですけど、じゃじゃーん、酔っ払ったから胃袋無限列車になったので、チーズインハンバーグを頼みました。いただきます。うわ、美味しそう。この時間のハンバーグやば。すいません、ラスト、もう何本目かわからない焼酎ハイボール、これうますぎ。乾杯。え、これさ、初めて見たんだけど、みんな知ってた？ただいま。はい、ということでですね、ホテル戻ってきてお風呂上がりました。ちょっと待って、もうやばい、もう一瞬で寝れる。なんか気絶しそうなぐらい本当に疲れたんだけど、なんですけど、お風呂上がりのお酒はいただきます。ということで、本日も私の最高に至福の時間をやってまいりました。バックかけるお酒、乾杯。これ美味しそうすぎてさ、コンビニで買っちゃった。うまっ。ということで皆さん、現在の時刻やばい、4時半なんだけど、本当にやばいんだけど。で、ちなみに私今日和歌山にやってきて、あの本当はあの明日4時起きだったんですね。え、今ちょっと待って、みーさ、マジで全然考えれてなくて、普通に原付あるからさ、あのお酒飲んでたら無理じゃん、運転できないじゃん。え、それを忘れてて、てか今日大阪泊まって明日ゆっくり和歌山に来ればよかったっていうことに今気づいて、てかさっき気づいて、あの絶望しています。え、でもね、頭が回らなかったの。だから一回飲もう。乾杯。本当は4時半に起きようと思ってたの。無理だよね、普通に。だって原付を移動することができない。もう私何やったんだって感じなんですけど、寝ます。皆さんおやすみなさい。そして最後に一言、一生原付旅500キロなんてしません。
おやすみ。次の動画もお楽しみに。明日は8時半とか9時に起きなきゃ。バイバイ。一生しません。